ちゃんですということでですね、現在3月15日の夜7時になります。これ時計見えるかな、夜7時なんですけれど、今はウェルカム祭りに関する動画が上がったばかりということでね、これからナイツのクライマックスイベントを走っていこうかなと思うんですけれど、ワイちゃん貫突まで走りますなぜ貫突まで走るのかっていうところなんですけれど、まず1つ目、めちゃくちゃ特攻漏れたっていうのが、まあ、シンプルに1つ目で、2つ目が、あの MV 見たらそりゃもう走るしかありませんがなっていうのが2つ目で、3つ目、ちょうど今あの遅めのゴールデンウィークを撮ってるんですよ。去年の5月のゴールデンウィークが今来てるって感じなんですけれど、でちょうどナイツのイベラン期間丸々休みなんですよ。これはイベランするしかないってことで、あの貫突まで走りますということでね、ナイツのクライマックスイベント、貫突イベランスタートです。夜中の3時半になりました。今のポイント235万ということで、まあパス使わずにここまで来てるので、ぼちぼち進んだ方じゃないかなと思ってます。まだね、今日もう日付変わってるんで、今日かな、今日上がる予定の動画、実は編集終わってないんですよねあと SE と字幕をつけるだけなんですけれど、なかなかやる気が起こらずに放置してるのでね、まあ、寝て起きたらこれをやらなきゃいけないというわけなんですけれど、実は午前中ちょっと出かける予定もあるので、出かけて帰ってきて編集終わってからイベランになるかなと思います。ちょっとねハードなスケジュールにはなりますけども、頑張っていこうかなと思います。ということで1日目でした。バイバイ。ということでイベラン2日目のもうお昼かな、お昼というかもう3時になるんですけれど、ただいまのイベランポイントが241万です。やっとね、先ほど買い物から帰ってきたばっかりで、今からイベランしたいところなんですけれど、実は起きるのが遅くってまだ編集が終わってないんですよ今日上がる予定の動画の編集がまだ終わってないので、ちょっとねパパッと編集をしてからイベラン頑張っていこうかなと思います。今日はまあパス使わずに500万ポイントくらいまで走れたら結構楽かなっていう感じなので、そこまで走れたらいいなと思います。ということでね、今日も頑張っていきます。はい、ということで本日イベラン3日目です。ただいまのポイントがこちら、444万ポイントということでね、まああの500万ポイントまではいかなかったんですけれど、まあぼちぼち進んでる方かなと思います。でね、本日こちらの格好を見ていただいたら分かる通りお出かけですお出かけなんですよね。なんであんまりイベランする時間はないんですけれど、まあ隙間時間とか見つけてちょっとずつイベランできたらいいなと思ってます。ということで今日も頑張ります。はい、ということでイベラン4日目のもうお昼ですね。ただいまのポイントが472万ということで、結局昨日はねあんまり走れてないので進んでません。でも今日は、まあ、結構時間があるというのと、夕方にセナピーの後輩の子が仕事終わりにうちに来てイベラン合宿をする予定なので、まあね、そこでたくさん走れるかなと思います。ということで今日もイベラン頑張ります。その前に飯食いますはい、ということでこちらが今日の朝兼昼ご飯です。トマトとアボカドのサラダと、エビのキッシュ、これパン屋さんで買ってきました。とあとポークシチューかな、これもパン屋さんで買ってきました。で左に置いてあるのが水です。今日ねちょっと早起きして掃除したっていうのもあって、パン屋さんがやってる時間に起きれたのでパン屋さん行ってきました。お気に入りのパン屋さんなのでね、いつもなんかポークシチューとかすぐ売り切れちゃうんですけど、今日は売ってたのでラッキーということで買ってきました。これをもしゃもしゃ食べてイベランしようかなと思います。はい、ということでですね、今日が3月19日かな、3月19日のお昼14時です。もうだいぶお昼過ぎてますけども、ただいまのイベントのポイントが782万ポイントかな、ちょっとピンとボケちゃってるんですけれど、ちょっとお許しいただきという感じでここまで走ってます。昨日は結局夕方にセナピーの後輩が来て、イベラン合宿ならぬ、あれはもう完璧にただのオタ活だったんですけれど、オタ活をしてセナピーの後輩が帰ってからも通話しながらイベランとかしてて、なんだかんだしてるうちにもはや朝方になっちゃって、まあ、朝寝て今起きたという感じになります。あのですね、今日動画1本上げなきゃいけなくってやばいガチでやばい。まだ編集終わってないから、それをねちょっと編集しなきゃいけないっていうのと、今日21時にモケナスさんと違う冬の僕ら
ていうゲームの後半戦の配信をしなきゃいけないので結構忙しいというか、なかなかイベランする時間が取れないかなっていう感じではあるんですけれど、まあ動画の編集もして配信もしてイベランも頑張っていけたらいいなと思います。ということでね、頑張ります。ということでですね、現在20日のお昼3時になります。ただいまのイベントのポイントがこちら964万ということでね、昨日の夜とほぼ変わりません。自然回復の BP を消費しただけみたいな感じになります。今日はね、本当は動画編集をしてイベランするっていう、まあいつもの流れでいこうかなと思ってたんですけれど、あの私気がつきました。人としての尊厳を失ってる今あの長期休暇中なのに家から一歩も出ないのはさすがにまずいと思って、今日は動画編集のこと一旦忘れて、まあ外で好きなことやってこようかなと思います。とは言ってもね、そんな遠くに出かけるっていうわけでもないし、まあ今お昼の3時なんでね、そんな遠くに行ける時間帯でもないですので、まあ友達がカレー屋さんやってるから、まあカレーを食べて私の趣味である C 社行ってこようかなと思います。まあ C 社屋さんでもね、イベランはできるはできるので、まあ外の空気吸いながら楽しくイベランできたらなと思ってます。ということでね、今日もまあぼちぼち、今日はねそんなにしっかり進めるっていう感じじゃなくて、ぼちぼち進められたらいいなと思ってます。はい、ということでですね、3月21日のお昼の2時半ですね、ただいまのポイントが1200万ポイントということで、昨日だいぶ頑張ってね、朝方くらいまで叩き続けてここまでポイント盛ることができました。イベントもね今日含めて残り3日なので、そろそろ1500万とか1700万ポイントまで持ってかないとやばい。ということで今日ね頑張ってイベラン進めていこうかなと思います。とりあえず今日上がる予定の動画の編集がまだちょっと残ってるので、動画の編集をしてからイベランね頑張ってモリモリ進めていけたらなと思います。ということでね、今日も頑張っていこうかなと思います。はい、ということで3月21日の夜中の3時になりました。ただいま1641万ポイントということで、だいぶ進んなくない今日一日で。めちゃくちゃ頑張りましたよ。まああのパス使ったっていうのもあるんですけれど、それでも1万3000枚まだ残ってるので、もうもはや完突目前でしょうっていう感じではあります。今日はね一応連休最終日ということで予定がいっぱい詰まってるっていうのと、今日できたら1本動画上げたいなっていう動画があるので、その編集がちょっとあるかなという感じで、あんまりイベランする時間が取れないんですけれど、まあちょっと間見つけてねイベランできたらいいなと思ってます。いや連休ももう終わりかまあ仕事始まりますけども、まあ頑張っていこうかなと思います。とりあえずはね連休最終日、まあ満喫できたらいいなと思います。ということでおやすみなさい。本日クライベ最終日ですね。昨日本当はね動画回せたらよかったんですけれど、なかなか回せる余裕がなく、で今日から仕事もスタートになったので結局当日になってしまいましたが、ただいまのポイントがこちら1914万ポイントということで、まあだいぶ持ってこれたかなと思います。半突間に合うラインまでは来てるので、ここからクライベのラストに向かってねイベランできたらなと思います。ということでね、頑張ります。来ますよ、来ますよ、おっしゃ、来たー、貫突でーす、貫突しました、ありがとうございます皆さん、来ました、司くん貫突です、いやー嬉しい。